ですね、今回紹介するのは、フラッシュライトなんですけども、ちょっと小型のバットのタイプの、フラッシュライトになります。まあ、形は、まあ、こういったものですね。まあ、ちょっと本当に小型の、まあ、片手で振れる、まあ、小型バットのタイプのフラッシュライトになります。で、まあ、このように前面はですね、なってますね。で、下はこれ押し止めボタンです。ちょっとつけてみますね。あ、ボタン押します。まあ、これでですね。あ、フラッシュ。これが一番強いタイプですね。これはミドルです。で、点滅のフラッシュ。まあ、ちょっとメモリー記憶がないんで、つまり次の押した時これがハイですよね。でハイを切った時は次はもうミドルです。でミドルで切った後はフラッシュ、まあ、この繰り返しですね。まあ電池に関してはこちらの下ここ開けますと、まあ、単4 3本を入れるタイプ、もしくは18650っていう18650っていう専用電池があるんですけども、それを入れるとまあ一番まああれですね、光源の力がルーメンの方が出るってことですね。おそらく一番ハイの段階で450ルーメンぐらいですかね。でまあ前回紹介した MR70 と何が違うかっていうと、まあ、スポット光が強いところですね。奥の方まで見えるっていうのがまず一つです。それともう一つの特徴っていうのは、まあまあ散歩とかですね、夜のウォーキングとかに、まあ、持って懐中電灯代わりですね。まあ懐中電灯ですけどね、まあ、今ちょっとフラッシュになっちゃいましたけど、これで一番強いタイプなんですけど、まあ、これでこう照らしながら歩いて、まあまあ万が一暴漢が出てきた場合に叩くとかね、いうことができますね。あとまあ野生動物、まあ野犬とか、まあ、場所によってはイノシシとか、まあ、そんなのが出るかもしれないですけども、まあ、そういう、まあ、獣が出た時に、まあ、その叩いて追い出すことができるっていう感じですね。ただ形状としては硬いんですけどね、硬いんですけども、特殊警棒に比べるとちょっと多分強度落ちると思いますんで、おそらく1回殴ったらもうどうですかね、まあ、硬さにもよるんですけど、ちょっとライトとかは壊れるかもしれないですね。まあ、車の窓のサイドぐらいだったら割れるかもしれないですけども、まあ、値段的にもね結構安価で、まあ、2000円まではいかなかったと思いますね。まあ、ちょっと今値段わからないんですけども、意外と安価で、まあ、こうしかも防水ですね。ですので、まあ、散歩なんかにね持って歩いて、まあ、いざっていう時に備えるというタイプのフラッシュライトですね。まあ、こういうのもあるということでちょっと一つ紹介しています。まあ、家の中に置いといてもいいですよね。停電した時なんかこうやって、まあ、ちょっと電気消してみましょうかね。これで、マックスですね。マックスの明るさが出てます。でミドルです。でフラッシュです。まあ、これフラッシュはねちょっと見てる方申し訳ないんですけども、まあ、ちょっと誰か来た時にフラッシュさせる、でちょっとビビらせて、まあ、離脱するって感じですよね。まあ、でも基本的にこのスポットタイプもねかなり強いんで、450ルーメンぐらいのやつをね就航させて前に出してるんで、まあ、このなんていうんですかね、相手の方に当てることができればかなりいいんじゃないですかね。こうまあこう手で揺らして、まあ、相手をちょっと威嚇するってこともできますんでね。まあ、もう一つ特徴としてはまあこうあれですね、前方に出してこう相手を威嚇しながらライトで照らせるっていうのはこうちょっとこの特徴かもしれないね。しかも相手を叩くこともできますんで、まあちょっとまずつけますね。まあそういうことでね、こういうのもありますんでね、まあちょっと気になった方はまあ買ってもいいんじゃないかと思いますね。まあ、護身用として家に置いといてもいいじゃないですかね。結構特殊警部に比べてもまあそこ軽い方ですね。水平打ちもできますし、ね、下から
っていうのができますね。だいたいどうですね、30センチ、まあ、40センチくらいですかね、長さは。こんな感じです。どうもありがとうございました。